ケソン市はフィリピンのメトロマニラうちの都市。行政的にはマニラ首都圏に属している。フィリピンの旧首都であり、また首都であるマニラの北東に隣接している。マニラ近郊の中では比較的新しくできた市でもあり、広大な面積を計画的に整備されているため、交通渋滞も少ない。面積1 6 6 2 0トル。 人口296万48人である。ケソンとは、フィリピンのコモンウェルス初代大統領のマニュエル・ケソンの功績から名付けられた。フィリピン大学とアテネオ大学もケソン市にある。ケソンは、ルソン島メトロ・マニラの1、4の面積を占める、メトロ・マニラで最も大きい市である。市の南西に、マニラ市、西と北西は、カローカン市とバレンズエラ市に接している。 また、南側にサンフアン市が横たわり、さらに、マンダルーヨン市とパシグ市にも接している。東側では、マリキナ市と接し、さらに、リサール州とも接している。北側ではマリラお川を境に、ブラカン州に接している。市内はいくつかの地域に分けられているが、その境界ははっきりと定義されているわけではない。州として、住宅地域ごとに分かれているもので、 南側では、ディリマンコモンウェルス、プロジェクトエリアクバオカミアスカムニニューマニラ、サンフランシスコデルモンテそして、サンタメサハイツが含まれている。また、北側には、ノバリチェス地域があり、これには、フェアビューとラグロが含まれている。市の南部中心に位置するディリマン地区は、視聴者を含む、多くの館長が所在しているところである。 また、ディリマン地区は、フィリピン大学のメインキャンパスの所在地でもある。さらに、15ヘクタールのキャンパスを持つ、極東工科大学は、ディリマン地区の中心部に位置している。地区の中心部に、古代統領のマニュエル・ケソンが埋葬されている、ケソンメモリアルがある。大理石で建てられた、記念碑は、この地区で最も高い構造物である。ケソンメモリアルの周りには、 環状路として、全長、約 2km のケソンメモリアルサークルが走っている。この環状路は、コモンウェルス通り、ビサヤ通り、カラヤアーン通り、東通り、北通り、ノースアベニュース。C-5、ケソン通りの6つの大通りに接続しており、東通り、北通り、ケソン通りが、エドサ通りや、メトロマニラの、主な高速道路へのアクセスに利用できる。 フィリピンで最も大きな市役所の一つである、ケッソンシティホールは、この環状路に沿って位置し、広々とした公園と空地に囲まれている。また、いくつかの中央政府官庁及び、出先機関がこの地区に位置している。税務署社会保障庁電力公社火山。 地震研究所国立コンピュータセンターオンブズマンのオフィス、農務省農業改革省環境省及び天然資源省の事務局などが所在している。さらに、このサークルの付近には多くの重要な医療施設や団体も位置している。東通り沿いには国立心臓センター、東通り医療センター国立腎臓移植研究所、 国立精神医療協会等が所在し、北通り沿いには、老人記念医療センターと、フィリピン健康協会、ケソン通り沿いには、国立小児医療センターと呼吸器医療センターが、所在している。ディリマン地区の残りの大部分は、ティーチャーズビレッジ、UP ビレッジ、シカツナビレッジ等の住宅地となっている。住宅地内の多くの建物は、 フィリピン大学、アテネオ大学及び、ミリアム大学に通う市外の学生のための、ボーディングハウスに変更されたが、ティーチャーズビレッジや、UP ビレッジなどの、フィリピン大学キャンパスにより、近いものについては普通の住宅形式のままで、残っている。地区の境界となっている、カティプナン通りは、アテネオ大学とミリアム大学の前を通り、フィリピン大学の裏側も通っている。 コモンウェルス地区はディリマン地区の北側に位置している。この地区の中心部をフィリピンで最も広い道路で、この地区の名前に由来するコモンウェルス通りが通っている。なお、コモンウェルス通りの正式名称はドンマリアのマルコス通りである。この地区は基本的に中流階級の住宅地となっており、 ドンホセハイツアイデアルサブデビジョン、ヨルダンパークホームズドーニャカルメンサブデビジョン、フィルインベスト1及び2のような分譲住宅地が点在している。しかしながら、同時にバタサンヒルズという政府も黙認する国内最大の不法居住者の共同生活地域も存在している。この地区の中心部には国家の立法府である会議事堂のバタサンパンバンサがある。 多くの国会議員は、この周囲の区画分譲地に住んでいる。コモンウェルス地区の南、ディリマン地区の東側に、バララ地区がある。単団空通りに面した地域は、キャピトルヒルズサブデビジョンアヤラハイツ、アヤラヒルサイドエステーツ等の、この地区で最も裕福な分譲住宅地がある。この住宅地に隣接して、ポピュラーなキャピトルヒルズゴルフカントリークラブがある。 反面その他は、比較的貧しい地域となっている。フィリピン職業訓練大学のメトロマニラ北部キャンパスがある。丹ンンソ空地区は、東側をコモンウェルス通り、南側を北通り、西側をフリスコ地区、北側をフェアビュー地区とサウヨ地区に囲まれた地域で、名前の由来は、先の革命時の有名な老婆であるメルコラ、秋の別名。 単断空から取られたものである。この地区のほとんどは、バハイトロというバラン街となっており、プガッドラウィンとして知られている、フィリピン革命の史跡が見つけられている場所でもある。また、地域一帯は、住宅地となっており、プロジェクト6及び8を代表に、その他多くの区画分譲住宅地があり、タウンカントリーガーデンビラ、サンペドロサブデビジョン1、2、3、4、 5,6,7及び 8, サンペドロ。サブディビジョンズ、ナプコービレッジ、ナイアビレッジ、レーマーサブディビジョン、ビラコリナ等が所在している。ミンダナオ通り沿いには、いくつかの工場施設がある。クリアットと呼ばれる、ムスリムの集落もここに所在している。ディリマン地区の東南には、マリーキナ市に隣接する、ロヨラハイツ地区がある。オーロラブリバードや、 カティプナンアベニューへのアクセスは容易であるが、朝夕のラッシュアワーには交通渋滞が発生する場所である。また、地区内には、マニラ首都圏を東西に走る、マニラライトレール2号線のカティプナン駅があり、マニラ市、ケソンクバを、マリキナ市、パシッグ市、そして、サンフアン市への短時間でのアクセスに利用することができる。マニラ首都圏を南北に走る。 マニラライトレール1号線への乗り換えは、マニラ市内のレクト駅で可能となっており、また同様に、江戸佐通り沿いを走るマニラメトロレール3号線への乗り換えは、アラネタセンタークバオ駅にて可能となっている。アテネオ大学とミリアム大学のメインキャンパスはこの地区に所在している。また、クモン、ニュートンスタディーセンター、MSA など多くの研究所が所在している。 この地区には中流階級上部の裕福な家庭が住んでおり、アテネオ大学、フィリピン大学及びミリアム大学の学生や教授陣またその家族向けのケータリングサービスも存在している。アテネオ大学の北側に位置するラビスタサブデビジョンは高級な門と兵で囲まれたゲーテッドコミュニティで、ここには元フィリピン大統領のグロリアーロヨを筆頭に 多くの大物政治家や金持ちのエリートが住んでいる。さらに、ラビスタサブデビジョンを通り抜けてアクセスすることができるロヨラグランドビラスがあり、別の高級な門と兵で囲まれたゲーテッドコミュニティとなっている。カティプナン通りを挟んだバーシティヒルズとザビエルビラは、共に上流階級の分譲住宅地となっている。しかしながらこの付近と、 ラビスタサブデビジョン右隣の地域には、不法居住者が居住しており、居住者を経済面で見てみると複雑な状況となっている地区である。クバオ地区は、ディリマン地区の南側に位置し、商業の中心地となっている地区である。エドサ通りとオーロラブリバードの交差する地区の中心地には、荒根ケが所有。 開発した35ヘクタールの商業地のアラネタセンターがある。アラネタセンターの中心は、ニューヨークのマディソンスクエアガーデンを真似た作りとなっており、多くのショッピングモールが立ち並んでいる。全ボクシングヘビー級チャンピオンのモハメドアリーにちなんで、命名されたアリモールやファーマーズプラザ、ゲートウェイモール等がある。また、プラザフェア、ルスタンズ、 ショップアイズそしてマクロ等のデパートもある。そしてその中心部には別名ビッグドームと呼ばれる収容人数5万人のアラネタコロシアムがある。ここでは多くのミュージカルショー、アイススケートショー、サーカス、宗教儀式、レスリング、統計やプロバスケットボールの試合が行われる。またこの付近にはナイトクラブ等が数多く点在している。 この地区は、裕福な中流階級から最上流階級の人たちが居住している地域でもある。アラネタセンターの北側のエドサ通り沿いには、多くの長距離、バスターミナルがあり、ルソン島各地や、サマール島、レーテ島や、いろいろ市などのある、ビサヤ諸島への始発点となっている。エドサ通り沿いを走る、マニラメトロレール3号線と、オーロラブリバード沿いを走る。 マニラライトレール2号線の乗り換えも可能となっている。ケソンシティの南端に位置するリビスは新しい商業エリアとして発展している。ロドリゲス通り沿いのこの地域にはイーストオッドシティビジネスセンターがある。ここにはいくつかの高層ビルが立ち並び、多くの IT 企業や家電企業が入居しており、高層住宅もある。2000年頃より数多くのレストランやバーが入居し、 パリの街並みを彷彿させるようなオープンエアのカフェやレストランは現代建築のビル街の中に立ち並んでいる。最近ではマニラ市のマラテ地区やエルミタ地区同様に夜のエンターテインメントにおける最もクールな地区の一つとなっている。ティモグ通りとトーマス通り沿いは有名な工業商業地区となっている。この二つの大通りに沿ってオシャレなレストランと バーが多く位置し、ディスコ、カラオケクラブ、及びコメディバーも点在しており、また、チコス、アドニス、ジゴロなど、多くのゲーバーも所在する一大観楽街となっている場所である。ティモグ通り、エドサ通りとケソン通りに囲まれた、通称、南部三角域には、フィリピンを代表するテレビ局の ABS-CBN と、ジェメネットワークの本社が所在している。 フィリピンのエンターテインメントショーの発信地区となっており、同時に芸能人や有名人の居住地区にもなっている。第11回世界ジャンボリーに参加するための渡航中に飛行機事故で亡くなった20名のフィリピン人ボーイスカウト隊員の名誉の記念碑が地区中央にあるロータリーに建てられている。この地区に所在するバラン街の一つにラギン、ハンダイコール備えを常にがあり、これは ボーイスカウトのモットーとなっている。また、この地区の通りの名称は、蒸気スカウトたちの名前が付けられており、この地区は、スカウトエリアとも呼ばれている。蒸気スカウティングメモリアルの付近は、フィリピン史上最悪の火災事故が発生した、オゾンディスコがあった場所でもある。ラメーサ湖付近の喧騒家村北部には、カロ監カンバレンズエラ市及び、ブラカン州の、 サンホセデルモンティ市リサール州のモンタルバンに接するノバリチェス地区及びフェアビュー地区があり、市として住宅となっている。さらに、東部には首都圏北部に水道水を供給するラメエサダムの水域が広がっている。地域の最も古い地区、ノバリチェスバイアンから人口が広がり始め、その増加とともにラメエサこの園に沿うように人口密集地が 徐々に広くなっていった。ラメーサ湖に隣接して、首都圏で唯一の森林公園、ラメーサエコパークがあり、そこには、コンベンションセンター、ピクニックエリア、スイミングプールや、ボート遊びのための大きな池がある。また、この公園は、2005年に開催された、2005、サウスイーストアジアンゲームズのボート競技開催場所でも、あった。現在も、定期的に、 ボート競技が開催されている。また、この地区には、SM シティフェアビューと、ロビンソンプレイスノバリチェスの二つのショッピングモールがある。ノバリチェスという地名は、スペイン統治時代の総督である、マルキスでノバリチェスから取られたもので、1940年代に、ケソンシティに活場される前には、リサール州の一部でした。1999年に、 ノバリチェスの姿勢化を問う住民投票が当時のケソンシティの有権者により行われた結果中5のバランガイがケソン市より活用され新しくノバリチェス市が誕生したサンタメサハイツは裕福な中流階級と中流階級ファミリーが住んでいる住宅地域となっているまたフィリピンを代表する教会の アワレディオブロードスの本部が所在している。ロードススクールオブケソン市と、セーテルサ大学のキャンパスも所在している。サンフランシスコデルモンテは、マニラのイントラムロスの居住者のための移転地として、1590年2月17日に設立された。アモラント通りは以前、レティロと呼ばれていた。レティロとは、リトリートイコール引退という意味で、 多くの引退者の人たちを集めることを念頭に開発された地区でもある。この地区の一番国からある建物は、聖フランシス教会で、スペイン人の事前修道士であり、創設者でもある、聖フランシスワッシジにちなんで名付けられた。スペイン統治時代の間、250エーカーのこの地区は、独立している町であったが、後に、ケソン市が成立するとともに、九州合併された。 現在では、市内でも、最も人口密度の高い地区となっている。バラン街、サンアントニオに代表されるように、この地域は、多くの住宅地を含んでいる。同時に、ホアンルナ通り沿いには、多くの工業施設も存在している。また、この地区の大きな交通の要所として、ルーズベルト通りとデルモンテ通りの交差点がある。初期のこの地区は、 2 5 k 平方メートルのプロジェクト7及び8エリアから開発が始まり、現在ではティモッグエリアに迫るところまで来ている。パライソ、パルトック、マサンボン、ダマヤンそしてデルモンテ等のバラン街から構成されている。ガラス、サントール地区は市の南西に位置し、マニラ市との境界地区となっている。 ガラス地区にはマヌエル・エル・ケソンの妻のオーロラ・エケッソンにちなんで名付けられた小学校がある。また、カルロス・アルバート高校の名前は元副市長の名前にちなみつけられた。荒ネタ通りの突き当たりにはショッピングモールの SM シティサンタメサが立っている。プロジェクト地区には元フィリピン大統領のケッソン・キリノおよび マルコスによって、ケソン市最初の住宅の区画分譲地プロジェクト地区として開発された、ロハスイコールプロジェクト1、霧の A イコールプロジェクト2、霧の B イコールプロジェクト3、プロジェクト4、上スイコールプロジェクト5、プロジェクト6、プロジェクト7、プロジェクト8がある。ありがとうございます。